寒川神社やってきました。散歩です、ね、エクササイズです。痩せないといけないんでね。そうです。すごいな、大きいね。うん、あの獅子すごいね。でか獅子だね。うん、いいじゃないですね、食べたいんだね。ください。わかんない。あるなかったら俺も財布見てみるよ。五円玉あったような気がする。あ、そういうこと。映ってるかわかんないけど。じゃあ、あ、これじゃないの？これじゃないか。これだよね。これじゃ。うん。じゃあ。よしよし。よしよし。よろしくお願いしますね。で、本当にいいのか。絶対違うと思う。違う。何を買ったんですか？うん、素敵な色だね、オレンジで、うん、と、私は、うん、色で買ってしまったという何とも言えない、うん、とんでもない。いいよね、好きな色で、うん、ね、いいと思う。はい、買いました、はい、で、赤が、どっちか、縁結び、家庭も、うん、人間関係の改善か、うん、まあ、ここだからね、はいはい、うん、で青は成績向上、目的達成、必勝祈願、うん、業務成就、芸能上達、スポーツ万能、うん、あ、これはいっぱいあるけど、ね、車に入れとくもんじゃないね、うん、そう、いっぱいありますね。はい、すごいね、いっぱいあるもんだ。あ、全部ここの、あ、このやつなんだね。あ、ね、すごいね。おせんべいが、ここはデザートのお店ですね。ここで食べれるんじゃない？あ、あるよ、本当だ。ほら、八福餅セットあるよ、うん、あるじゃん。餅セット食べる？ちょっとせっかくだから、いや、食べてみる？これ食べてみようね、うん、ちょっと行ってみようか。行ってみましょう。はい、
ベーク。あ、それ何？これなんかチーズをベークしたっぽいよ。美味しそう。まあでもなんかアルコールに合いそうな感じだね。アルコールドリンクって書いてある。そうね。そうね。あ、食事も一応。食事もできるんだね。まあでもせっかくなんで。そうだね。こちらの服も一応。服も一応ね、いただきましょうか。これって八福餅の普通の世界なんですか？あ、今やってないんですか？やってないんですか？あ、そうなんですね。じゃあ、デザートのかか、アイス、バニラ。バニラアイスと、はい、紅茶のホット。紅茶のホット。私は普通のバニラです。お餅だよ。今餅で書いてあったもんね。すごい。すいません、なんか汚くなってしまったけど。もちもちしてる？その番組。餅ですしね。餅ですしね。うん、美味しいよ。美味しい？うん。よかった。やっぱあんま甘くないし。うん。うん、